ここはユルマートです。わあ、ここの景色とても綺麗ですね。そうでしょう。特に夕暮れ時がすごい綺麗ですよ。あ、もしかして夕日のことですか？そうです。夕日を見るならラバーズブリッジがおすすめです。ラバーズブリッジですか？なんかデートスポットみたいな感じですね。そうなんですよ。ここは台湾の定番デートスポットなんです。手をつないで橋を歩きながら夕日を見るなんてロマンチックだな。でもこんなにロマンチックなところだけど、ある噂があるんだよね。何ですか？カップルで行くと別れてしまうというジンクスです。何かしてはいけないことがあるんですか？カップルで橋を渡るときは必ず手をつなぎ、途中で後ろを振り返ってはいけないんです。はい、他にもありますか？あと橋のライトアップが緑色の時はお互いを見つめ合ってはいけません。そうなんですか。ではこの注意点を守らないと別れてしまうということですね。そうです。でも恋人じゃない人と遊びに行くなら心配することはないでしょう。そうですね。